い、見たか今の。天城だよな。顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。オッケー、分かってるって。まずは本人に連絡しないとな。番号知らねえぞ。里中に連絡すりゃいいのか。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。お父さん早起きだったから一緒に起きた。帰り遅いって。出かけるの？留守番できるから。高気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。晴れだって。洗濯物干そうっと。行かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから。見てみ、どうすかこれ。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけでお前どっちにする？まあそう言うなって。いざって時絶対助かるから。でもって俺は、あ、意外に両方ってありかもな。こんな感じとか。それともこうか。逆にこうとか。挙動不審の少年二人組を発見。刃物を複数所持。至急応援求む。は？あ、いや、ちょ、いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて。いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと、俺ら刃物マニアっていうか、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は署で聞く。それを床に置きなさい。では頭の上、早く。いや、でもこれは、なんだこの野郎。やろうっちゅうの？お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。すんません。え？じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱり。やっぱり？あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。おっと、ごめんね。あれ、君もしかして堂島さんとこの？あの、ちょっと聞いてもいいですか？
その天城のやつ、あつか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？え、ああ、ね、言っていいのかな。まあ天城さんと友達なら特別だよ。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって、ご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ舞いで、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから、署内も過敏になってて。あ、君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。え、辛そう？ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まっててさ。山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、天城さん、おかみさんの娘なわけだし、あんまその、いろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと、何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。あー、なんかこれ言っちゃいけないかも。やば、言っちゃまずかったかな。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すんません、今行きます。ごめん、今のなし、忘れて。なあ、さっきの刑事、まさか天城のことを。あ、いた！ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。え、もう知ってんの？携帯何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたらユキコ本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れなわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックション、やばい目に遭ってんの天城の方だってのに。だよね、とにかくそれからだって。警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね、絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど参ったな、丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。武器？私知ってるよ。とにかく一緒に来て。ほら、ここ。何や？一応、工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。あー、わかった、お前カンフー映画の見すぎで。違うっての、男子が言ってたの、武器とか鎧とか売ってるって。ほら、これとか強そうけど、重いかな。なあ、里中、やっぱ危ねって。気持ちはわかるけど。分かってない！
ないよ。ユキコ、死んじゃうかもしれないんだよ。私、絶対行くから。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこといろいろ分かんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。分かったよ。けど、どれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれないか。お前、今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。こっちはもう買ったよ。そっちは？つか、俺らここで武装しちゃったらまた警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から結構わかんないと思うよ。しょうがない、それで行こう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。ついに始まりますな。では、しばしお時間を拝借するといたしましょうか。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが、恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ、使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは、正しく心を育めば、どんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。カードを手に入れられたなら、ぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。
それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。マリ。分かってる、聞こえてる、よろしく。知らない、どうでもいいよそんなの。失礼いたしました。こちらマリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいてどうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための手助けとなるでしょう。こちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました、あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢夢お忘れになりませぬよう。次にお目にかかりますときは、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではそのときまでごきげんよう。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。里中、やっぱりお前行くからね。絶対無理すんなよ。時のクマ。何やってんだお前。見てわからんクマ、いろいろ考え事してるクマ。それでクマはこんなにクマってるのに。あ、ダジャレ言っちゃった。うぷぷ。で、何かわかったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。しっかりな。けど確かにいくら考えてもなあもわからへんがね。うっさいよあんたら、くだらないこと言ってる場合。それよか、昨日ここに誰か来たでしょ。なんと、クマより鼻が利く子がいる。クマ、お名前何。クマ、お名前？知恵だけど、それはいいから、その誰かのことを教えてよ。確かに昨日、君らとお話ししたちょっと後くらいから誰かいる感じがしてる、クマ。天城なのか？クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からする、クマ。多分あっち、クマ。あっちね。みんな、
準備はいい？ああ。ここ、お城？もしかして、昨日の番組に映ってたの、ここなのかな？あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因で、この世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。じゃあ君たちは、君たちの世界のことを全部説明できるクマ？とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないからわからんクマ。っていうか、本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったの、いなくなる前だよ。おかしくない？大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか？まだいろいろと分からないけど、君たちの話を聞く限りだと、その番組っての、その子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を生み出してる？なあ、もうどういうこと？わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？聞いてる限り間違いないクマね。あ、でさ、逆なんて。ここにユキコが。私先に行くから。なあ、おい、一人で行くなって。まったく、俺らも行くぜ。無事か、里中。里中、赤が似合うねって。天城。私、ユキコって名前が嫌いだった。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう、儚かなくて意味のないもの。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私には。だけど知恵だけが言ってくれた。ユキコには赤が似合うねって。これ天城の心の声か。確か小西先輩の時も聞こえた。そして多分この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ユキコ、
知恵だけが私に意味をくれた。知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。私なんて知恵に比べたら、知恵は私を守ってくれる。何の価値もない私を。私そんな資格なんてないのに。優しい知恵。ユキコ、私優しい知恵だってさ、笑える。あれってまさか陽介と同じクマ。抑圧された内面、それが制御を失ってシャドウが出たクマ。ユキコが、あのユキコが私に守られてるって、自分には何の価値もないってさ。そうでなくっちゃね。あんた、何言ってんの。ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。それがたまんなく嬉しかった。ユキコなんて本当は私がいなきゃ何にもできない。私の方がずっと上じゃない。違う、私そんなこと。どうすりゃいいんだ。できないのは本当は私。人としても女としても本当は勝ててない、どうしようもない私。でも私はあのユキコに頼られてるの。だからユキコは友達、手放せない。ユキコが大事。そんな、私はちゃんとユキコを今まで通り見ないふりで私を押さえつけるんだけど、ここでは違うよ。いずれその時が来たら残るのは私。いいよね、私もあんたなんだから。黙れ、あんたなんか。ダメだ、魚が。あんたなんか、私じゃない。かばい立てする気？だったら痛い目見てもらっちゃうよ。
うるせえ、おとなしくしやがれ。里中、嫉妬の辛抱だからな。さて、そんな簡単に行くかしら。勝負、ペルソナ行くぜ。しゃー、どけだぜ。痛い目見ないとわかんないよね。泣きわめけ。こら、うわ、強烈くな。大丈夫くま。ペルソナ、ダッサ、目がマジじゃん。けどまだまだこっからだよ。かばうの？あんな薄汚い女。
里中、大丈夫か？さっきのは？何よ、急に黙っちゃって勝手なことばっかり。よせ、里中。だって でも、私こいつの言う通りだ。俺もあったんだ、同じようなこと。だからわかるし、その誰だってさ、あるって、こういう一面。あんたは私の中にいた、もう一人の私ってことね。ずっと見ないふりしてきた、どうしようもない私。でも私はあんたで、あんたは私なんだよね。私、その、あんなだけど、でも、ユキコのこと好きなのは嘘じゃないから。バカ、そんなの分かってるっつの。おい、里中。平気、ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろう、どう見ても。それに多分お前、俺たちと同じ力使えるようになってるはずだ。え？なあ、どうする？そうだな、里中を休ませないと。勝手に決めないでよ。私まだいけるんだから。無理しちゃ、悪魔。別に信じてないわけじゃねえよ。ただ俺らは天城を絶対助けなきゃなんない。俺たちと同じ力があって一緒に戦えるなら、回復しといてもらった方が心強いってこと。そのためにも一旦戻って体勢を立て直すべきって言ってんだ。でもユキコはまだこの中にいるんでしょ。私、さっきのがユキコの本心なら、私、伝えなきゃいけないことがある。私、ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は。なら、それを伝えるためにも、まず君が元気になる、クマ。ユキちゃんは普通の人、クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日、クマ。それまでは天城は無事だってことだな。まず間違いない、クマ。どういうこと？どうやら俺らの世界と霧の晴れる日が逆さらしい。ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、被害者は影に殺される。つまり一旦外に戻っても、町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。間違いない。前の山の穴や先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう、二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、街はここんとこ晴れ続きで、すぐ雨が降るって様子じゃない。大丈夫だって、
戻ったらすぐ天気予報チェックしよう。でも、だからって、やっぱりここまで来て引き返せないよ。ユキコがいるのに、一人で怖い思いしてるのに。じゃあこの先どんくらい進めば天城のところに着くんだよ。それは敵だってこの先もっと強いやつが出てくるかもしれない。なのに無理してやられたら他に誰が天城を助けてやれんだよ。俺たちは絶対に失敗できないんだ。違うか？わかった。さっきはごめんね。一人で勝手に突っ走っちゃって。気にしてねえよ。天城は必ず俺たちで助けるだろ。なんかこの前入った時より疲れた。頭もガンガンするし。花村たち平気なの？ああそうか、お前メガネしてないな。あ、そういやメガネしてんね。目悪かったっけ？お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃじゃーん、ちえちゃんにも用意してあるくま。はーい、ちえちゃんの。うわ、なにこれ、すっげー、霧が全然ないみたい。あるなら早く出してやれっつの。今用意したんだクマ。いきなり連れてくるから焦りこんば。なるほど、そういうことなんだ。モヤモヤん中どうやって進むのかと思ったよ。ねえ、これもらっていい？マッチのランクマ。今日のところは仕方ないけど、でもこれでリベンジできそう。二人とも勝手に行ったりしないでよ。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束。一人では行かないこと。危険だからな。みんなで力合わせなきゃ事件解決どころか天城だって無事に助けられないだろ。うん、そうだね。私も約束する。よし、じゃあ明日から放課後はできるだけここに来よう。ああ、もちろん学校ない日もな。なあ、俺お前にリーダーやってもらいたいんだけど。最初にこの力を手に入れたのはお前だし、それに戦う力もお前が一番すごいだろ。だからお前が探索のペース決めて俺らがついてくってのがいいと思う。お前にならついていける。そう言ってくれると思ったよ。俺はほら、三方向き？頭いい人のポジションでさ。私も賛成かな。君がまとめてくれるならなんか安心。クマも賛成かな。君がまとめてくれるなら夜も安眠。クマ黙っててくんない？私今疲労がピークだからさ。
よし、とにかく今日は休んで、明日からに備えようぜ。まずは天気予報の確認、忘れんなよ。雨が続くと霧になるから注意しないと。あと、準備も万端にな。재미있게보셨나요?여신전생시리즈에많은관심주시면감사드리겠습니다.채널구독및좋아요로응원도부탁드립니다.시청해주셔서감사드립니다.